このセッションはデータベースを統合するというタイトルがついております。この後の2件はですね、実際にそのデータベースを統合する、作業といいましょうか、そういうことをおやりになっている若手のお二人にお話をいただこうと思います。まず、最初は文科省のプロジェクトということで、ライフサイエンス統合データベースセンターの、五郎さんにお願いしたいと。じゃあ五郎さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。ライフサイエンス統合データベースセンターの五郎と申します。今までちょっと平井先生の話をしたんですけど、私今菅井先生のご紹介にもありました通り宅配者でございまして、塗装があることを最初に申し上げてお話をしたいと思いますのでご容赦願いたいと思います。では見させていただきますが、タイトルは以前の通りオープンで血の巡りの良いライフサイエンス研究を目指したということで、オープンと血の巡りを良くするということが、キーワードになっていますので、そういう点を通じてお話を聞き出せればと思います。でですね、これももう先ほど来、川上先生はこれ、いつもお話しされるプレゼンからお借りしていることを話すんですが、ちょっと私なりに伝わりやすいようになんかやるというような感じかなということで、ライフサイエンスデータベースの問題点ということをちょっと話したいと思います。4つありまして、1つ目がやはり、その、用法がわからないということですね、特に問題なのが、この似たようなものが多数あるという、そういうことが皆さん、よく問題だなと思われていると思います。で、2番目として、やはり、これも先ほどの平田先生の話にあった通り、成果公開不十分で、公開もプロジェクトが終わったら更新がストップして、もうそれっきりひどい場合はアクセスさえできなくなる。ということですね。で、3番目によく挙げられているのが、バラバラにやられているので、今もお話にもありましたように、医療や産業界の応用が困難であるということ、これ先ほどの話と国際だとちょっと矛盾するかもしれませんが、日本人はやはり日本語で使いたいということで、日本語されていないと誰も使わないというような問題点があると。ことがあると思います。それで、4番目にですね、私らが特に思ってて、ところが特に私なんかは力を入れていて活動していると思うんですけれども、データベースを維持するということですね。そういうことをやっていくにはやはり人がやらないといけないんですが、それをやろうとやりたいという人材がいない、いないから、そういうデータにアノテーションがされてないからみんな使わないということが増えるかに、こういうことが指摘はされるんですけれども、その中でやはり、長期的な視点に立ったデータベース戦略がないからこういうことが起こっているんだろうということがやはり言われてきたと思います。それも全部川井先生からいただいたスライドで話してまして、こういうことをもとにこのセンターというのができたと私は思っています。で、センターなんですけれども、私が言うのもちょっと恐縮なんですけれども、情報システム研究機構の中の研究所の一つとして、2007年の4月にできました。で、この今皆さんいらっしゃいます東大の本郷キャンパスの中にありますが、もちろんこれ情報システム研究機構の研究所がありまして、東大の機関ではありません、はい、でどこにあるかなんですけれども、ここにあります。で、皆さん今ここにいます。ここにいてここにあります。で、お昼とかに探索していただければ、提供がある建物がございます。12号、工学部12号。これの上の4、5階にいます。でも、お昼行っても多分皆さんと知ってますので、いないと思いますが、また別の機会に来られる際には、ぜひいらしてください。でですね、ここを実は我々のところの総合データベースセンターとしては、2代目のところでして、1代目はここの辺にある、プレハブに来ました。ここで1年間研究してたんですけど、ここで活動してたんですけれども、その前は6代目として金蔵と呼ばれるこの辺の理学部の旧1号館の方で、準備活動というか、ここのプロジェクト1年目の時ですね、高校データベースセンターできる前の初夏の活動というのはここでやれたというのを、ぜひ皆さんご存知ください。でですね、でこれがその工学部12号館なんですけど、去年ちょうど耐震工事、耐震補強工事がされていて、されているところでして、その前にこれ撮った写真なんですけれども、ちょうどこれの4階、5階部分にあります、という、ご説明です。でですね、センターはそういうふうに一応ここにあって、やっていくんですけれども、我々のセンターで基本的な考え方に基づいていろんなことを進めているわけなんですけど、その
の考え方についても、これも高木先生より、まあ、お示しいただいてて、まあ、高木先生は憲法と、統合データベースセンター、BBCS の憲法というふうに、呼び方をされてますけれども、それもやはり非常に単純明快で、4条に4つです。4つです。それも、まあ、先ほど来、何回かお話ありますけれども、あった通りでして、統合データベースというのは、なんかプロジェクトで5年間やったら、はい、できましたっていうわけじゃなくて、完結しないプロセス であると、ずっとずっと作り続けて、その時代、その時に求められるものに合わせて作っていかないとダメだろうと、そういうことが、やはり、統合データベースに求められていることじゃないかということが一つ目。二つ目なんですけれども、何か一つのこう統合データベースが、はい、できましたっていうのなら、それで、まあ、世の中、幸せに暮らせると思うんですけれども、私もずっとデータベースを作ったり使ったりする研究をやってきたんですけど、そんなことは絶対ありません。ないので、やはり目指すところは、この研究開発の生産性向上だと思います。特に、まあ、この下にも書いてますけど、まあ、データベースの構築者がなんかやりやすいようになんかデータベース作るんじゃなくて、利用者が使いやすいようにすると、まあ、当たり前なんですけれども、なかなかそれが、されてません。まあ、あと、特に我々のセンターで、重視するのはこういう日本語でいろんなことを行えるようにっていうことを、まあ、重視しておりますのが第2条です。まあ、第3条に、やはりこのデータベース化しやすいものだけをデータベースにしていくという傾向が割と多いんですけれども、そういうのがしにくいこういう、まあ、論文の中でもこういう、なんですか、テーブルとか画像とかのデータとかもなんとかしたいということとか、まあ、教科書のデータとか、いろんな研究機の報告書なり解説というものもうまく扱えるようにやっていこうというのが3条です。最後なんですけれども、これが一番よく、物議を醸すことなんですけれども、我々のところは、まあ、研究開発もちろん行いますけれども、我々のメインの活動はこのサービス事業である。ですので、お客様を喜ばせるなんぼのものであるというところまでいきませんが、やはり研究開発も行いながらサービス事業やってるんだというふうな認識を持って、例えば考えて、じゃあ BBCS なんだろうということを考えると、こんな例えですけれども、ライフサイエンスデータの浄水処理場と下水処理場だと思っています。でですね、それでほんまやと思っていただいた方はいいんですけど、これほんまやというのは実はその大阪のですね、その浄水、高度浄水処理というのをやって、琵琶湖の水を飲めるようにして、ポケット保全して売ってるんですね。そういうレベルの、まあ、データというのを皆さんに提供できれば。まあ、東京の場合はもうちょっと上品な名前が付いて、東京水というのを、やはり、情報、浄水処理した水を提供しているようなんですけれども、それが、まあ、でまあ、2点として、やはり下水処理というものがあります。これっていうのは、研究者たちが皆さん、データを皆さん、生産しますが、それをまあ海に流すわけです、いわゆる、要するに公開するわけですけれども、その時に、どんどん皆さん流して、はい、公開した、はい、公開したというふうに、論文のサプリメントという形で PDF のデータとして、Excel のデータとしてなんか公開したことにしてるんですけれども、それじゃちょっと困るんですね。下水管が詰まっちゃうんですね。よくこれで下水局のページに行くと、三大ディスポーザー設置 できませんっていう名前が出てるんですけど、それっていうのは、本当に下水を流すときに、水と一緒にその生ゴミを入れて、これで粉々にしてですね、下水管に流すようなこう設備がアメリカとかでは使われているようなんですけど、日本はこういうのに対応してないですし、ライフサイエンスのデータもこういうのに人も対応していません。ですので、やはりこういうのは我々にお任せいただいて、きれいな形というか、まあ、公共データベースとして外に出せるような形にぜひ出していただきたいというふうに思っています。まあ、だから、我々がやるべきことは、もうちょっとまあ簡単に言うと、ライフサイエンスのライフラインと。ライブは結構重なってますけれども、そういうものをなっていかないといけないんじゃないかというふうに、思っております。で、ここからはちょっと今日のポスターの宣伝も兼ねて、データベースセンターとか BBCS の宣伝になるんですけれども、我々の、まあ、今の話とすごく関係があるんですけれども、データをオープンにするということは、やはりどういうことかというふうなことを考えて、我々のセンターの大久保教授が中心になってこういうアクティビティをされている C の7のところにその成果が出てますので、ぜひその後でどこか見ていただきたいんですけれども、やはりデータはまあちらっと見せて、はい、引っ込めるみたいな、後で見られなくなっているようなデータはよくあります。論文でもこういうところに
出しましたよっていうふうなことが書いてあるんですけど、後で見に行くとリンク切れみたいなことが、とかもしくはあのデータがないとかサーバーがリンク切れですね、そういうふうになっているところがよくあります。そういうのがやはり良くないというわけなので、まあそれはダメと。それにですね、先ほどもちょっと論文のサプリメントを話したんですけど、論文のサプリメントが出てくるデータでもコンピューター上に上がってるから使いやすいだろうと思ったら、なぜかそこのデータの部分が本来なら文字情報なのに画像情報になってたりとかいうふうにして、非常に再利用しにくい形で公開されている方が多くて、それだと特に公開しているとはいえコンピューターに自動処理ができない。それがしやすいようにぜひ情報インフラを整えていくべきだろうということで、このタイトルでポスターがあります。それ以外にも我々はやはりデータを出すときにどういうライセンスでやったらいいかということで、クリエイティブコモンズで活動がありますが、このクリエイティブコモンズの活動って何だというふうな知らない方もいらっしゃるかなと思って書いたんですけども、読み上げます。法律や技術に関する専門的な知識がなくても簡単な4つのアイコンですね。組み合わせを選択するだけで誰でも自分の生み出す作品を自分の好きな条件でインターネットを通じて世界に発信することができる画期的なライセンスシステムですということで、この我々もクリエイティブコモンズライセンスをうまく利用してですね、データベースを出す際のライセンスを決めてもらおうと。そういうふうなライセンスを決めないとものすごく厳しい制約条件のもとでこのデータを使わないといけないんじゃないかということで、法律的にも問題があると私は思ってまして、皆さん思ってまして、なのでこういうふうにライセンスをあらかじめ明示してデータを日本に公開してほしいと。データを公開するなと言ってるんじゃなくて、どんどんしてほしい、すると際にこういうライセンスをうまく選べるようにしようと、そういうことの、お助けをしようということで、一つはタンパク質拡散構造で、これも皆さんご存知で見られた方もいるかもしれませんけれども、タンパク質拡散構造の過去20数年分のデータをあらゆるところで PDF 化しまして、そういうデータも配信しているようになっています。これに関しては統一出版さんの多大なご努力ご理解があって進めていますが、例えば今回今日からフェーズ6になってしまったインフルエンザに関してタンパク質拡散酵素を調べると、過去22年代これぐらいの解説記事が出てきて、そういうふうなものを全部 PDF で読むとか、そういうことが可能になっています。それ以外にでもですね、データベースのアーカイブサービスというものを、先ほどのちょっと、クリエイティブコモンズライセンスの続きになってしまうんですが、アーカイブサービスというものもやっていまして、それぞれ出されたデータというものを、ここからまた、センターからこう利用できるような仕組みというものも、提供しております。で、このデータ、ですね、出されたデータというのはこの統合 DB というシステムで一元的に管理されておりまして、例えば今日の、皆さんのお手持ちの用紙集なんですけれども、紙でもらってもあまり嬉しくないという方は何人かいらっしゃると思うんですけれども、実はその用紙のデータに関しましても、文献データですからこの統合 DB システムに入ってまして、入り口のところにパソコンがありますから、だけで検索していただくといいんですが、この用紙検索もその統合 DB というシステムになってまして、私の例えば講演形でクリックしていただくと、そんな形で私の切った、用紙なんかが統合 DB システムで公開されているというような仕組みがあります。でこういう仮説的なというか整った仕組みでデータをどんどん入れていくことで一元的に扱うことができて、一つのプログラムでできる、いろいろ何か対応するためにいろいろこう対策を練らないといけないと、そういうことはそんなにする必要はなく、データが貯めることができる、そういうシステムをこれも簡単にしていきます。でこれが一番多分皆さんこれまで見られてご存知になりますが、生命科学横断検査というものが我々のセンターで作っておりまして、このまあ、ライフサイエンス DB.jp のところで例えば高血圧とかを検索していただくと、どんなふうになるかというと、高血圧の結果が出るんですが、今までのデータベースと多分違うのは横断検索ですので、こんなふうにいろんなデータベース何件ヒット数がある、これは NCBA のアントレー のクロスサーチ、データベースクロスサーチを見られた方はご存知と思いますが、そこにあるような感じでデータのエントリーのヒット数が出ると。
てですね、で今後継者で日本語で検索したんですけれども、当然日本語の部分はヒットしていますが、それ以外にも大きいと思いますが、これハイパーテンションという英語に直して検索した結果ができる。つまり日本語で検索したはずなのに英語でしかないデータベースも検索できる、そんな風な仕組みになっています。それにはライフサイエンスリッチな USB を使わせていただいていまして、やはりこういう辞書がちゃんとないとそういうことはできない。逆に言うと辞書があるとこんなことができない、そういう、まあ、サービスになっています。それ以外にですね、例えば川口先生が代表としていらっしゃいました文部科学省のゲノム特定領域の研究の報告書というのもここに16ページとしてて、例えばここをクリックしたらですね、どういうことが起きるかというと、こんな風になって、まあ、この16ページだけになるんですが、16ページだけになったのは前の結果もここの株で残っているんですけど、新しい結果は新しい株でこう出てきて、前の結果はどんどん消えないで残っている。ですのですぐここをクリックすると前の結果に戻れるし、新しいところはこういう風に新しい株で出てくる。それ以外にこの今やったデータベースはどんなデータベースだったかという説明がここに日本語で300に出ているというのは非常に嬉しいんじゃないかと私は個人的には。それ以外に例えば先ほど来出ています医療薬というのも、この保健所の結果3000件ぐらい出てますけど、ここをクリックするとまた新しいタブが出てきて、このタブの中でこのリンクがありますが、この医療の中でどんなものが必要したかというものがザーッと出て、医学品関係薬関係はですねデータが多いので、ずっともう下の方があってこの辺ヒットしたのずっと下の方になっちゃって非常に悪い例なんですが、いっぱいデータベースが薬のデータとかね、いっぱいここに、まあ、統合されて、まあ、入ってますというので、もう本当私の統計学の例を今こちらして皆さんに、見せるだけなんですが、ぜひ皆さん気になるキーワードでこれを使っていただければと思います。でですね、それ以外に実は我々こういう、まあ、ツールを作って使ってくださいっていうだけじゃなくて、実際に使ってもらうという活動をしててですね、これは去年度の活動だけなんですけれども、統合データベースの講習会ということで、先ほどの横断検索をはじめとしてさまざまな作ったサービスを、6回日本が北海道から南の九州までところでやってます。ここに8個あるのは、実は2回はちょっとこれ勉強会という形で講習会以外のもうちょっとそのデータベースの使い方は分かる、それ以外にもうちょっとその高度なことを勉強したりとか、まあ、我々でそのもうよくまあ使いますように NR のデータベース一周とかいうそのデータベース特集号なんかを新しいものを出たものをみんなで臨読するような会っていうものも2回我々のセンターの方でやらせていただいて、そういう本当人材育成というような形の、活動もやってます。で、まあ、それ以外になんですけれども、これももう時間がなかったら全部もう話せないと思ってこの形にしちゃったんですが、時間はそんなにしてないようですが、ですね、簡単に説明しますと、まあ、研究開発系というのは私は大きく分けてこういうふうに分かれると思っています。コンテンツを作るものと、早く必要なデータに追いつく必要な技術の開発ということであると思います。それぞれポスターが全部出てますので、私がここで細かい説明はいたしませんが、コンテンツを作る方としてはやはりその人体 の, マップですね、人体の 3D のいわゆる、まあ、Google マップみたいなものを作るサービスとして、アナトモグラフィーボディーパーツ 3D というものが A の10のポスターでございます。それ以外に各いろんなモデル生物なりのアイコンですね、そういうものも皆さん、インターネットで検索して引っかかってきたものをこう使う機会が多かったと思うんですが、そういうものも、まあ、ある意味確立されたライセンスがしっかりしたものを提供しようというサービスとしてヘルトアイコンというものも、我々、提供してますが、それをさらにどういうふうな方向性でやっていこうかというふうなポスターも A の38になります。それ以外にちょっと今回、言わなかったんですけれども、先ほどのこの講習会でいろんな使い方を皆さんに指導するんですけれども、それってやはり一度だけこうちょっとやっただけじゃですね、まあ、我々自身慣れててやり方が早いからをもう一回やってほしいということがよく思います。ですのでそれを動画にしてキャプチャーしておけば、まあ、皆さん何回も見るだろうということで、統合
で、リというサービスをやっています。これはですね、ちょっと時間があるんで、せっかくでもしますけれども、その辺のアイコンをクリックしながら出てきますけれども、例えば、このサービスの中で、我々の相談検索をどういうふうに使ったらいいかよくわからないので教えてくれっていう場合は、この総合ホームページをこそっていうようなページをクリックしていただくと、こんな動画が出てきて、こういうふうな形で、我々の相談検索をどういうふうに使えばいいかというふうなものが解説されています。動画で本当どこをクリックしていけばいいかというふうなのが、請求されて、長いから途中で切りますけれども、こういうふうにまずどこに伝えるかというようなことも、どんどんこの動画を作ってですね、アーカイブしていってまして、まあ、我々バイマディックスの関係のツールを、まあ、検索したら日本語で Google のトップ10に全部出よう、出そうというようなことを目標に、そういう動画をどんどん取り溜めております。ですので、まあ、いろんなツールが出てます。でこれに関してなんですけれども、実は我々のその統合テレビというところに行かなくてもですね、この統合のトップページのこの細かいアイコン、ここにありますけど、このテレビの中に人らしいものがいる、このここをクリックすると、例えば先ほどお話しましたナトモグラフィーの使い方が知りたかったら、ここをクリックすると、そのナトモグラフィーの相当する統合テレビに行く。でこれをクリックすればアナトモグラフィーはどうやって使っていいかということが、分かるようになる。ちょっと遅いと思いますので、まあ、それ以外に我々が講習会展示会なんかで配るこのそれぞれのサービスの説明する PDF のリーフレットに関してもその右側のこのなんか書類みたいなところをクリックするとその PDF もダウンロードできるようになってまして、これをクリックしてみますと、このように PDF もダウンロードできるので、こちらもぜひご覧になってください。で、まあ、元に戻りますが、それ以外に早く必要なデータにたどり着くための、まあ、研究開発っていうのもテキストマイニングで割と盛んにやってまして、これも2つのポスターが出てますので、B の24と B の24です。で、まあ、私自身がやってることなんですけれども、まあ、実在シーケンサーなんかで大量にシーケンスを読めるということで、まあ、過去からずっと発言の多分数を読んで発言の量とするという大久保さんがやられてきたボディーマップの と同じようなことが実際シーケンサーですぐいっぱいできるだろうということで、そういうデータをどんどん貯めて発言量のデータとして使っていこうというふうな試みも発言統合のというプロジェクトで B の3のところにありますので、ぜひこちらも、見に来てください。でですね、私自身、まあ、ずっと、研究者というか、まあ、個人の研究もやってまして、個人研究がやはり加速するだろうと、こういうふうな統合データが良くなったら私自分個人の、研究スピードが加速するだろうと思ってこういうふうな活動をやってます。それっていうのはやはりその血の巡りというものが良くなるんだろうと、それで欲しい情報にすぐ言いつければどこかで今まで止まってた部分は別のことをやればいいし、特にそれがまあ日本語の情報だったら特に早くいけるだろうと、そういうふうに思ってこの統合 GP を良くしようということをどんどんやってます。いわばまあ高速道路をどんどん作っていく、まあ、高速道路を作って実際に使うところが本当は重要なんですが、そういうようなことをまあやっていく。でそれがどんどん重なっていくと早くなるだけじゃなくて今までできないと不可能と言われたことがどんどん可能になってます。ですので今までこういうことは絶対できないだろうとか、そういうことが可能になる。だから今では思いもしつけないようなことがこの統合データベースができたらできるんじゃないか。だから、まあ、これちょっとアディダス の宣伝であったことですけど、まあ、今までだったらいいなで終わらせない、そういうことをどんどんこの統合 DB のプロジェクトを通して実現できていけたらなと私自身個人的に思っています。で、はい、長い間ちょっと最後の方は出してしまったかもしれませんが、ご清聴ありがとうございました。これちょっと去年度の統合データベースの処理の一覧なんですけど、これ新しい版を作らないといけないんですけれども、大体こういうメンバーでやっております。でですね、統合データベースセンターの
ロゴが付けたポスター、関連するポスターがたくさん出てますので、ぜひそういうポスターで見てみてください。それ以外に青い、もうご気づきと思いますけど、青いスタジアムを着たものがスタッフですので、ぜひこちらにピッター、もしくはここでの場で言いにくいとか電子メールでどうしても言いたい場合は、info@bbcs.royce.ac.jp までメールいただければ我々に届きますので、ぜひご意見をお寄せいただければと思います。少し時間ございますので質問なりコメントございますでしょうか。具体的には今お話があったようにポスターでやっておりますけれども、どうでしょうか。はい、どうぞ。東大の小西といいます。ありがとうございます。統合データベースの検討というお話が出て、すごく共感を覚えて大きい内容なんだなと思ったんですけども、ちょっとボーノ先生の発表の中で、定款になりたい人材が、いないもしか少ないというような発表がちょっとあったと思うんですけども、例えばこれから習われる例えば若い人材とかですね、もしくは今データとして活躍されている方が一生の仕事としてデータを得られるような、そういう、支援するような試みというのが例えば BBC レースの中では何かやられているんでしょうか。確かになかなかそういう方のですね、職がない、パーマント職がないということで、今は我々のセンターでぜひその一部でも雇用したいということを考えてますけどね、むしろ私どもはそれだけではなくて、こういうデータベースを作ることが重要で、そのためにそういう人材が必要だということをライフサイエンスの 全部の方に、企業の方も含めて分かっていただければ、結果的にそういうことにつながっていくだろうということで、単にそのデータベースを作るんじゃなくて、そういうことの理解を深め、単に論文書くだけではなくてデータベースを作る、あるいはそんなアクセスが多いと評価されるような仕組みを、世間で、そういう文化といいましょうか、分かってもらうような努力っていうのはこういうところを含めて発言しているつもりでございます。間接的な取り組みになっているかもしれません。はい、どうぞ。東大学の片山です。データベースをいろいろ集めてきて、量を増やして統合していくということをされていて、今横断検索もできるようになってますが、基本的にはテキストに対する原文検索というかキーワード検索が今メインに見えますよね。で、実際のセレクトラルのデータというのはすごく多様だと思うんですけれども、そういう本当の知の巡りっていうのは何と何がどういう関連で知りたいかっていうか、高血圧の何が知りたかったのかっていうことは検索では伝えられないと思うし、欲しい結果にたどり着くまでできるとしてたくさんのデータベースとしてこう伸びにくいことがあると思うんですけど、そこら辺を今後どうしていきたいというプランがあったら教えていただきたいなと思います。私自身が私自身は実はその横断検索でこう使ってですね、それのためにはどういうことを実現したらいいかというのを今考えていて、現状ではやはりそれ横断検索ができるようになったということがまず一歩だと思ってます。ですので片山さんが おっしゃることができることが確かに理想だと僕思いますし、私もそういうふうにしていきたいと思いますけれども、横断検索を使っていく中でどういうことがじゃあどういうふうにしたらそれが実現できるかということを今考えているところです。すみません、我々の動きが遅くて大変申し訳ございませんが、そういう段階だと思っています。難しいと思います。後でまた、はい、どうぞ。筑波大の地震の経験者、こんにちは。浄水処理と下水処理って本当にそうだそうだとか思いながら伺ってたんですけど、でも、後で、どうなるんだろうと思って、つまり統合 DB の中では、中にではきれいになってて、そこはきれいな世界で、
我々は普通に一生懸命それなりに、努力はしていますけど、データベース作って出していく、そこの部分はどうなるんでしょう。データベース構築側、利用者側もその統合で DB を返してやりなさいというような体制にするということになるんです。そういう質問ではもちろんなくてですね、こういうふうに きれいに出すとか、再利用しやすいようにするのを、お手伝いするというか、こういうふうにすればいいんじゃないかというのを、お手伝いするというか、既に今は汚い状態だと思うんですよ。何年か前 の川とか海の状態だと思ってて、現在 のタブリックのデータベースを使おうと思ったら、すごくは汚くて大変なわけですので、ここを、きれいにして使いやすいものを提供したいというのが一つと、きれいにして使いやすいようにというのは統合 DB の中でということですよね。それを我々も外に発信していきますから。あ、いや、もちろんそうなんですけども、最初にプライマリーにデータベース作って、公表にちゃんとしたデータベースを、各研究者が研究で作ったデータベースを公開すると、その時はその低いレベルの浄化作用しかない状態で出すんですけども、それはしょうがないねということなのか、そこにも影響力をが及ぶような形で作っていきますよというようなことです。それは各作られる方がそうした方という感じになるんじゃないかと私は思ってますが、どうでしょうか。しますと、実際にプライマリーのデータベースを作っている方が使えるようなツールとか、あるいはそのための技術であるとか、いろんなものを整備することによって、そこで そのデータベースの、作るための効率であるとか、そこでのクオリティの向上に貢献できると思っていますし、あるいは生データを出した段階で私どもにいただければ、それを、整理して公開するまで、お手伝いするとか、というようなことまで考えております。まだそこのところは必ずしも実現はしておりませんけれども、そういう準備はしております。研究開発とサービス両方の柱があるように言ってましたが、その場合研究サービスというのは普通の意味でのライフサービスの研究というふうに言ったと思ったんですけど、サービス、いいサービスを作るための研究開発っていうも多分されてるはずですよね。できればそういうメイキングオブ統合 DB みたいのもオープンにしていただけると、我々のように一時データベースでサービス作っている者たちも参考にできていいかなと思いました。ご意見ありがとうございます。皆さんそういうことなのでぜひオープンしていきましょう。センター、今のご質問は最初 の先ほどの西村さんと同じ意味とも関係すると思うんですけど、当然そういうような、皆さんがデータベースを作りやすくするというか、いいデータベースを作るためのツールというのは、あるいはそのためのいろんな辞書を含め、すべてオープンにしているというふうにしております。いろいろあるんでしょうけども、ちょっと時間も来ておりますので、次に大野さん、どうもありがとうございました。